ライドコールアタックアタック自分の好きなものが誰かに伝わるっていいね。ああ、イメージが力になるこの感じ、俺も誰かに伝え。なんだ、お前汚ねえな。喧嘩にでも負けたのか。お、こらこら、ちょっと待てって。どう、ま、いっか。ほらよ、こいつをやるよ。お、そいつは結構強い剣士なんだぜ。はあ、なんだなんだ。いいか、イメージしろ、そのカードの剣士のように強くなった自分を。無理です、そんな。ま、最初はそうだろ。だがな、それがイメージできたら、お前はいずれその強さを手にすることができるんだ。イメージはお前の力になるんだぜ。僕はイメージする、君からもらったこのカードのように強くなった自分を。行くよ、カイ君。来い、仙道愛知。立ち上がれ、僕の分身ライド、ブラスターブレード。ギャラティン、ダメージゼロか。楽しそうだな、二人とも。いいファイトだね。仙道愛知くん、甲斐俊樹くん、今この瞬間一番ヴァンガードを楽しんでいるのはあの二人でしょうね。隙がない、すごい。甲斐くんは本当に強い。ファイトするたびに強くなるか、愛知。だがこの一撃でお前を打ち砕く、ライド・ザ・ヴァンガード。来る、カイの切り札。この世の全てのものを焼き尽くす黙示録の炎、ドラゴニック・オーバーロード。まただ、また惑星クレーニー。マイヴァンガード、仙道愛知。惑星クレイは今滅亡の淵にある。滅亡？
我らを導く者よ、救世主メサイアを覚醒させてほしい。メサイア？メサイアが覚醒せねば惑星クレイは優勢ブラントに。ブラスターブレード教えて。滅亡って、救世主って何？覚醒って何者だお前。君は誰？なぜお前がブラスターブレードのヴァンガードなのだ。そうか、カイトシキがブラスターブレードを託した少年がお前なのか。名前は？仙道愛知。消えろ。夢？おいおい愛知、ファイト中に居眠りってか？カイ相手に余裕じゃん。顔色が悪いぞ。大丈夫か？うん、大丈夫。まただ。近頃、毎日のように同じ夢を見る。ブラスターブレードから願いを託される夢を。あの人は誰なんだろう？竜薙財閥の竜薙拓人です。突然ですが、私はここに新たなヴァンガードグランプリメサイアスクランブルの開催を宣言します。出場者は16名の選抜ファイター。つまりこの招待状を受け取った君たち。大会開催は10日後。素敵な夏休みの思い出を私たちと一緒に作ろう。なお優勝者にはこのレアカードグレード4ハーモニクスメサイアを授与します。それでは当日大会会場で待ってます。グレード4メサイア。救世主メサイアを覚醒させてほしい。メサイア、ブラスターブレードは確かにそう言った。そしてメサイアスクランブル、優勝商品がメサイアのカードか。確かに偶然の一致とは思えんな。ま、主催者がタクトという時点でうさんくさいが。ガイ君、それ俺も妙なものを見た。多分お前と同じだ。お母さん随分楽しそうね。だって愛知がうちにお友達を連れてくるなんて珍しいんですもの。そりゃそうだけど。しかも噂の甲斐俊樹くん、かっこいいわ。あれ、私が20歳若かったらほっとかないんだけど。そういう生々しい主婦の心の声、娘に聞かせないでくれる？ごめんごめん。奇妙な事件が多発しています。ヴァンガードのカードからユニットが突然消失。その被害は世界各地に広がり、原因の究明が急がれています。その程度か。そこか。ああ。
エース様が負けただと。鈴ヶ森蓮、弱すぎる。存在する価値もないほどに。なんだと。デリートエンド。何をした！ねえカイ君、僕たち以外の出場者にも何か見えたりしてるのかな。どうだろうな。明日レンに聞いてみるか。じゃあ僕はカムイ君のミサキさんに。けどあと11人の出場者ってどんな人たちだろう。来い、アイチ。まただ。また見える。惑星クレイの空と同じ。やはり、お前が見たのも俺と同じ。美咲さん？はい、アイチです。アイチ、大変よ。すぐ来て、カードキャピタルに。ユニットが？賭けに負けて招待状も奪われました。本当か？突然フーファイター本部に乗り込んできた男が、レンにメサイアスクランブルの招待状をかけてファイトしろと。信じられないわ。レン様が負けるなんて。マジ消えてるぜ。今世界中で発生している、ユニット消滅事件そのものですね。僕なりに愛情を注いで育んできたデッキでした。本当にその男の仕業？一体どうやって？わからない。ただ彼からは得体の知れない異質なものを感じました。異質なもの？招待状を奪ったからには彼はメサイアスクランブルに出場するつもりなのでしょう。十分気をつけてください。あの男、伊吹浩二には。カイ君、ありがとう。いってらっしゃい。頑張ってね、美咲。世界最強の俺様の弟子どもよ。師匠の顔に泥塗るんじゃねえぞ。世界最強が見送る側ってどうなのよ。俺様の次に最強のやつを決める大会だからだ。矢作今日、約束だ。そんな約束！どうしたの、アイチ？あ、別に。また何か見えたんですか？ううん、今は何も。それにしても、お兄さんには見えて、俺や美咲さんには見えない夢って。救世主、メサイア。この大会には、何か大きな謎が隠されている。おそらくその謎を解くことができるのは優勝者だけ。お前たち覚悟しておけ。僕はヴァンガードファイトからは絶対に逃げない。謎が隠されているならなおさら望むところ。あいつお兄さんだからって手加減しませんからね。うん、お互い全力でファイトしよう。はい。
んだよ、ここ。あ？どうした？僕が見た惑星クレイの神殿に似てる。何？客席だぜ。やっほー、アイチー。俺様の耳に幸せを運ぶ天使の太鼓に。よし、おほっ、エミさん。エミ、ナオキ君、ミヤ君やシンゴ君まで。驚いたか。実は俺たちも招待状もらってたんだぜ。出場ではなく観戦ですけれどね。ここにいる観客全員がそうさ。そうなんですか。エミさん、応援に来てくれたんですね。俺様感激。カメちゃん。なぎさチーム男前。来たな、4人とも。カメちゃん愛してる。よかった、彼女が応援に来てくれて。よくねえし、彼女じゃねえし。アイチ、頑張れよ。え？久しいな、仙道愛知。レオン君、やはり選抜されていたのですね。ま、当然だろうな。元気そうだね、絶好調って感じだ。みんなだって厳しいファイトになりそうだが、お互い頑張ろう。はい。強い人ばかりだ。あれは、ウルトラレアです。今日から2日間みんなでギンギンに盛り上がっちゃうぞ。ただいまよりメサイアスクランブルを開催します。さあ、いよいよ始まりました。実況はおなじみ MC ミヤと、解説はおなじみバンガードの伝道師ドクター O です。本大会は全世界から選ばれた最強ファイター16名によるトーナメント戦。彼らの超絶ファイトをたっぷりとご堪能あれ。16名、9人しかいねえぞ。あとの7人は何をしているの。時が迫っているというのに。おう、あれはメサイアスクランブルの招待状。予選の手間を省いてやった。この俺、伊吹浩二は大会に出場する資格がある。あの人だ、僕の夢に出てきたのは。何、伊吹って、じゃああいつがレオン。嘘だろ。勝手なこと言わないで。俺も見た、優勢ブラント、そしてユニットの声も不足はないだろう。久しぶりだな。まだこんなものをやっていたのか、カイ。あいつ、カイと知り合いなのか。知り合いも何も、小学生の時のダチ。カイと俺にヴァンガードを教えてくれた先導者だ。エミ？そんな、カイ君。イブ
何の前だこれは。どうしますか。時間がない。出場を認めよう。予選 A ブロック対戦カードはこちらだ。いよいよだ。さあ、ウルトラレアの出番だ。ファイト、スタート。その手が奇跡を引き寄せることはどんどんどん信じて予選 B ブロック唯一のファイトは強行出場を遂げた伊吹浩二対仙道愛知だ。大会を怪我したあの男は俺の手で倒したかったか。仙道、お前に任せたぞ。頑張ってください、愛知お兄さん。お兄さんなら楽勝ですよ。油断は禁物、蓮に勝ったとしたらかなりの強敵だよ。あの、僕の夢の中で会いましたよね。その
レンさんのユニットを消したのはあなたですか？どうしてそんなひどいことを？ヴァンガードという呪いから解放してやったまで、それの何が悪い？ファイト！スタート！スタンドアップ！ヴァンガード！先人のシーカー！ファイル！スタンドアップ！ザ・ヴァンガード！アクワイアデリーター、イゴール。何あれ、気持ち悪い。見たことないユニットだな。ライド。ブレイキングデリーター、ガタリオ。マロンにライド。ファイルは後ろへ。シンリックをコール。シンリック、アタックだ。了解。ノーガードかな。トリガーチェック。クリティカルトリガー。いいぞ、アイチ。1ターンで一気に3ダメージだ。息吹って人、大したことないですね。あいつ、なんか変じゃない？あいつが本当にレンに勝ったってのか？ライド。ブローティングデリーター、ギオ。まだだ。立ち上がれ、僕の分身ライド、ブラスターブレード。愚者の魂を消去せよ、ライド・ザ・ヴァンガード。なんだあのユニットは。ドーンティング・デリーター、オクシズ。シークメイト！ブラスターブレード！レギオン！
よ、ブラスターブレード。これが伊吹さんの実力。その目で俺を見るな。ここはどこだ。なぜお前はヴァンガードを愛せる。ヴァンガードは災いと不幸を呼ぶ。この世に存在してはならないゲームだ。どこ、どこにいるの。消えて終わりだ。エターナルギルト。本当に伊吹なのか。伊吹浩二、壮絶ファイトで仙道愛知に勝利。ブラスターブレード、そうか、自らを盾として他のユニットを守ったか。お兄さん、愛知しっかりして。愛知、伊吹、お前の仕業か。だとしたら無駄だ。この日のために俺は二度と持つまいと誓ったカードを再び手にしたのだからな。仙道愛知が負けた。そのような未来にメサイアを託すことはできない。何なんだよこの大会。ブラスターブレードが消えて、愛知お兄さんが傷ついて、そんであの伊吹ってやつ。そもそも俺たちは大会の目的すら知らない。だよな。あいつ、伊吹浩二、あいつには何かが欠けてる気がする。欠けてる？大切なものが
すっぽり抜け落ちてるような。ブラスターブレードは生きている。僕の助けを待っている。仙道愛知、俺と同じ匂いがした。なぜ？伊吹浩二、忘れるな、怒りを。お前を指定し、孤独と絶望の闇に追いやったヴァンガードへの憎しみを。メサイアを我らの手に。君には見えるのね。スイコさん。ユニットと強い同調力で結ばれた者は、夢でユニットと語り、ユニットの目を通して、惑星クレイの空を見る。カブ、行くぞ。ああ、どこにだよ。利用されるのは趣味じゃない。話してもらおうか。この大会、メサイアスクランブルに隠されたすべての謎を、ですね。いいでしょう。今惑星クレイは、優勢ブラントの侵略に遭い、滅亡の危機に瀕しているわ。優勢ブラントは宇宙をさまよい、星々のエネルギーを食らって生きる、悪魔の星。惑星クレイのユニットたちに抗う術はない。しかし、彼らは救いの道を見出した。創世の神殿に眠る未知のユニット、ハーモニクスメサイアならば、クレイを救える。そしてユニットと強い同調力を持つ、選ばれし者が全力でファイトしたとき、メサイアは覚醒するのです。そのために俺たちを。ここウェイキングスタジアムは創世の神殿と同調した聖地だから、君たちはファイト中のユニットの痛みを自分の痛みとして感じ取ってしまう。大丈夫か、しっかりしろ。これを。伊吹、奴は何なんだ？何のために大会に出場した？それが、わからないのです。わからない？ですが、メサイアの覚醒者が彼であってはならない。君たちであってほしい。待ってください。惑星クレイと地球は運命力が同調している。ということは、クレイの危機は地球の危機じゃねえか。マジかよ。さっきの地震はその予兆。創世の神殿と同調したこの地に、いち早く滅びの影が、救世主メサイアを覚醒させ、惑星クレイと地球を救う。それがメサイアスクランブルに隠された使命。ブラスターブレード、こんな大事な時に君がいないなんて。
その彼を死の淵から救い出せるのは君だけなのよ。それはどうすれば、どうすればブラスターブレードを戦いなさい、仙道愛知。ヴァンガード？ヴァンガードね。こいつが新しいゲームを教えてくれるってから、お前もどうかと思ってさ。うん。で、お前誰だ？何言ってんだ、カイ。イブキだよ。同じクラスのイブキコウジ。え、同じクラス？悪い。俺、物覚え悪くて。いいんだ。僕、目立たないから。じゃ、まあ、とにかく、一度やってみるか。ああ全然全く勝てん。ごめんなさい。うまくイメージできねえ。帰る。どうしよう。僕、ファイトできるのが嬉しくて、調子に乗って、僕がうまく負けられなかったから。わざと負けたりすんな。相手に失礼だぞ。へへ、やったぜ。どんなゲームもあっさりクリアしちまって、暇持て余してた甲斐が、すげえ熱くなりやがった。いぶき、お前のおかげだ。そう、ヴァンガードは甲斐の心を強く捉えた。そして愛知、お前は甲斐と出会ったんだ。それじゃあ、僕が甲斐君と出会ってブラスターブレードのカードをもらえたのは伊吹さんのおかげ。あいつ昔はいいやつだったのか。けどなんで今は。人間、時が経てば変わる。甲斐もそうだった。だが伊吹は面影すらねえ。何があったんだ、あいつに。着いたわ。タクト君。ファイトの相手は僕です。ダメだ、あいつお兄さんどこにもいない。三輪と石田が一緒だとは思うが、うん、お聞きください、客席からの大ブーイング。この怒号のすべては、昨夜またしても徳良美咲並びに総竜レオンをプライベートファイトで倒した伊吹浩司の暴挙に向けられているのです。敗北した二人は負傷欠場となってしまいました。伊吹、くそ。甲斐俊樹がシード権を獲得し、準決勝の対戦は葛城カムイ対伊吹浩司だ。タクトってばどこ行っちゃったの。どうすればいいのよ。私が責任を取る。スイコ、準決勝を始めなさい。てめえ、よくも愛知お兄さんと美咲さんを。だから、ファイトスタート。てめえは俺が潰す。スタンドアップ、ザ・バンガード。ライド、キャノンライザー。ダメです、やっぱり客席にはいません。どこ行っちゃったの、あいつ。その相手は僕です。僕に勝った時、ブラスターブレードは蘇る。そんな奇跡本当に起きるのか。奇跡ではない、サイクオリアによる必然です。サイクオリアとは絆。愛知君とユニットたちのブラスターブレードへの強い思いが、冥界に彼が落ちるのをかろうじて食い止めています。やっぱりブラスターブレードは生きていた。君が勝利した時、ブラスターブレードへの思いは頂点に達し、冥界脱出の力を彼に与えるのです。勝つだけならブラスターブレード抜きでも楽勝だぜ。僕を甘く見ないでほしい。この聖地で惑星クレイと同調した僕は
全ての力を完全掌握している。この地ではファイトのダメージが肉体に伝わり、命すら落としかねない。覚悟はいいですか、愛知君。僕はブラスターブレードを救うためなら何も恐れない。スタンドアップヴァンガード、行くよみんな、ブラスターブレードを救うために。君と僕の力の差、その身に刻み込んであげます。ライド、急いで、もう時間がない。まだだ。もう無理だ、アイチ。昨夜から50戦以上ぶっ続けたぞ。体が持たねえって。強い、まるで惑星クレイそのものと戦ってるようだ。でもブラスターブレードは僕の分身、必ず救ってみせる。スタンドアップヴァンガード、やっやっ、スタンドアップヴァンガード。アイチ、やっぱやめろって。本当に死んじまうぜ。おい、アイチ、アイチ、おい、しっかりしろって。アイチ、マイヴァンガード、マイヴァンガード、仙道アイチ、ありがとう。マイヴァンガード、惑星クレイを救うための命を懸けた戦い。ブラスターブレードは私たちを守って冥界へ落ちようと。今度は僕たちがブラスターブレードを救う番です。我らの力を結集して勝利を。ブラスターブレード、マイヴァンガード、マイヴァンガード、マイヴァンガード。みんな、みんなでブラスターブレードを助け出すんだ。スタンドアップヴァンガード。カマイちゃん、場内を埋め尽くす観客から物音一つ聞こえません。あまりに凄惨な戦いに皆声を失ってしまったのでしょう。うわこの程度のアタックで僕に勝てると思っているのですか。ブラスターブレードを見殺しにするのですか。出して地球の滅亡を待つのですか。地球の滅亡、メサイア、それでいいのか。仙道アイチ、シロ、ハロードブレスドラゴン、マイヴァンガード、後を頼みます。必ずブラスターブレード。みんなしのぎ切った僕の全てを。僕はブラスターブレードを救う、そしてメサイアを覚醒させる。僕は惑星クレイを守る。僕は地球を守る。僕はヴァンガードを守る。くしょ、消えて終わりだ。
デリートエンド。ファイナリストが決定。決勝ファイトを制し、優勝の栄誉とメサイアのカードを手にするのは伊吹浩司、甲斐俊樹。果たしてどっち？どう？何ですか？俺も貴様らと同じブラントの夢を見た。だが俺に語りかけてきたのはブラントのユニットデリーターだ。デリーター、消去する者。貴様らは惑星クレイを救おうとしている。だが俺の目的はヴァンガードというカードゲームの否定だ、抹殺だ。メサイアのカード、このままメサイアをデリートするのはたやすい。だがその程度では物足りない。カイ、メサイアをかけて俺と戦え。貴様にヴァンガードを教えた俺が貴様からヴァンガードを奪う、悪くない思考だろ。伊吹、何がお前を変えたのか俺は知らない。だが俺はお前を絶対に許さん。それでいい。貴様を倒し、メサイアの正当な所有者となり、ヴァンガードの頂点を極め、抹殺する。それが俺のヴァンガードへの復讐だ。そんなことはさせない。センダーワイチ、何の真似だ。負け犬の貴様などに用はない。ブラスターブレード、バカな。デリートから復活しただと。絆が憎しみに負けるはずがない。そうだね、愛知くん。初めて会った時からその目、俺がこの手で最も叩き潰したい目だ。一人ずつ相手してやりたいところだが、クレイ滅亡の時は近い。二人まとめて潰してやる。仙道愛知、カイトシキ、ヴァンガードの未来をかけて俺と戦え。2対1のファイト。貴様ら2人は俺と交互にアタックし、先に合計9ダメージを負った方が敗北だ。カイ君、行くよ。あ、スタンド、ザ・ヴァンガード。マロンにライト、ファイルは移動。グリンガルをコール。グリンガルのブースト、マロンでガタリオをアタック。これで1ダメージ。ヒブキ、あいつはコール、ガタリオ。これはこのままじゃクレイが、うわっ、いけない、カイ君。カ
ライク。ライドブラスターブレード。ブラスターブレード、頼むぞブラスターブレード。響きじゃない、本当の敵は。ラビングヒーラー、ライド、メハール。図に乗るな、カイ。貴様が本当の姿になるのを待ってやっているのがわからないのか。ライド・ザ・ヴァンガード、トンティング・デリータ、オキシズ、見ろ、これが俺の本当の姿だ。光源のシェイカー、アルフレッド・エクセム。並び立って僕の分身シークメイト、ブラスターブレード。レイオン、待って、あなたたちの相手はイビキじゃない。本当の敵は、一度始まったファイトは誰も止めることができない。それがヴァンガードです。イゴールのブースト、オクシズでアルフレッドにアタック。現状、ブルーレイドラゴキッドガード。カイ君、くそ、時間がない。仲間同士の助け合い、それがお前らのヴァンガードか。貴様ら二人がつるんだところで俺一人に負け、ヴァンガードは消滅する。仲間など所詮崩壊する運命なのさ。それは違います、伊吹さん。何、そんなに簡単に壊れません、僕たちの絆は。愛知の言う通り、俺たちのヴァンガードの絆はそんなにやわじゃない。僕たちは守ってみせる、世界を、ヴァンガード。その目、その目が、ヴァンガードを抹殺するのだ。孤独と絶望しか生まないヴァンガードを。アイチ、いいか、ヴァンガードは俺から幸福の日々を奪った。悪魔のゲームだ。違う、悪魔なんかじゃない。伊吹さんにだってあるはずだ、楽しい思い出が。そんなものはない。ライド・ザ・ヴァンガード、ドラゴニック・オーバーロード、ザ・グレート。シークザナイト、ドラゴニックネオフレイム、レギオン、急げ、ブラントが迫っている。これは天候、カイ君が事故で両親亡くして親戚ん家に引き取られたんだと。せっかく友達になれたのに。もう誰とでも友達になれるさ、お前にはヴァンガードがあるじゃねえか。ヴァンガード、みんなどこ行ったの、みんな。あ、待って待って、行かないで、僕を一人にしないで。
吹さん。蹴りをつける。待って、カイ君。あれを。なるほど、黒幕は貴様か。だが勝つのは俺たちだ。サーデグのブーストレギオンアタック悪いのはお前だぞ、伊吹。僕、みんなが喜ぶと思って。手加減されて嬉しいわけないだろ。何様のつもりだ。伊吹、お前そんなだから友達できないんだぞ。僕は、ただ。お前そんなだから。すべて消えてしまえ！デリートエンド！消えろ！消えてしまえ！惑星クレイモロとも、ヴァンガードなど消えてしまえ！そして作るのだ、ヴァンガードのない平和な世界を！そんなことしたら、クレイどころか、地球そのものが滅んでしまうんですよ！ヴァンガードなどがある地球なら、滅びてしまった方がいい！嘘だ！ヴァンガードの楽しさを知ってる伊吹さんが、そんなこと思うはずがない！楽しくなんかない！ヴァンガードは俺に不幸しかもたらさなかった。貴様に分かるはずがない！俺の孤独と絶望を！分かります！僕もそうだったから。伊吹さんと同じだったから。でも僕はヴァンガードのおかげでカイ君と再会して、たくさんの友達ができた。ヴァンガードは人を不幸になんかしない！おざくな！ならばこの俺の苦しみは何だというのだ！それは伊吹さん自身が一番よく分かっているはずじゃないですか！俺らじゃ相手にならないんだしさ。行こうぜ。おめえなんか仲間に入れてやらねえよ。確かに伊吹さんはすごく強い。でもどんなに力の差があったとしても、全力で戦う、そして本気を出し合って戦った瞬間、誰とでも仲間になれる。それがヴァンガードなんだ。だって僕は今すごく楽しいですから。これで何もかも終わりだ。終わらせはしない。僕は守ってみせる。クレイを、地球を、みんなの未来を。今の貴様に何ができる？パワーゼロの貴様に！声を聞いた。メサイアの声を。何を笑っている？恐怖のあまり正気を失ったか。消えろ！なんだ？やっと私の声が届いたか、千堂愛知。それは混沌の闇を迷う青き魂に大いなる真理の光を、そして常しえの調和を。ハーモニクスメサイア！
ずっとお前たちに語りかけていた。だが怒りと憎しみに心を閉ざした者には私の声が届かなかった。何？覚醒させた愛知がメサイアを行くぞデリータ。その目、その輝き、この世から消してやる。デリータ、消え去るのはお前の汚れた野望だ。消えろ、デリータ。負けだ。おっしゃー、やっと勝てたな。したんだよ、爆発したんだ。このカードに刺激されてどんどんイメージが湧き上がってきたのさ。三輪くん、カイくん、ありがとう。ヴァンガードがこんなに楽しいなんて僕知らなかった。何言ってんだ、こんな楽しいもん独り占めしやがって。ありがとな、俺むちゃくちゃ燃えた。ヴァンガードは最高だぜ、ユキ。カイくん、自分の好きなものが誰かに伝わるっていいね。ああ、イメージが力になるこの感じ、俺も誰かに伝えてやろうかな。カイ、みんなで白昼夢見たとか。どんだけ俺ら緊張感ねえんだよ。けどま、めでたくユニットも復活したことだし、いざき気分直しに行っちゃどうだい。いいね、ヴァンガード。行くのか、伊吹。ああ、俺に何ができるのか少し考えてみたい。
そうか。伊吹さん、これを。メサイアのカード、伊吹さんに持っててほしいんです。だってメサイアの能力は調和と再生ですから。なんでなんで、あれあれ、え、どういうこと。嘘だろ。グレード4からゼロって、グレードゼロ、ネオンメサイア、グレードゼロ。あ、やれやれ、安っぽい救世主だ。だがこれで俺はもう一度ヴァンガードを始めることができる。はい、千道は一、俺の負けだ。伊吹さん、スタンドアップ、ザ・ヴァンガード。だが、その程度では物足りない。カイ、メサイアをかけて俺と戦え。貴様にヴァンガードを教えた俺が貴様からヴァンガードを奪う、悪くない思考だろ。伊吹、何がお前を変えたのか俺は知らない。だが俺はお前を絶対に許さん。それでいい。貴様を倒し、メサイアの正当な所有者となり、ヴァンガードの頂点を極め抹殺する。それが俺のヴァンガードへの復讐だ。そんなことはさせない。センダーワイチ、何の真似だ。負け犬の貴様などに用はない。ブラスターブレード、バカな、デリートから復活しただと。絆が憎しみに負けるはずがない。そうだね、ワイチ君。初めて会った時からその目、俺がこの手で最も叩き潰したい目だ。一人ずつ相手してやりたいところだが、クレイ滅亡の時は近い。二人まとめて潰してやる。千道愛知、カイトシキ、ヴァンガードの未来をかけて俺と戦え。二対一のファイト。貴様ら二人は俺と交互にアタックし、先に合計9ダメージを負った方が敗北だ。くん、行くよ。あ、スタンドアップ、ザ・ヴァンガード。マロンにライト、ファイルは移動、グリンガルをコール、グリンガルのブースト、マロンでガタリオをアタック。これで1ダメージ。ヒブキ、あいつはコール、ガタリオ。これはこのままじゃクレイが、うわっ、
な。カイ、貴様が本当の姿になるのを待ってやっているのがわからないのか。ライド・ザ・ヴァンガード、トンティング・デリータ、オクシズ、見ろ、これが俺の本当の姿だ。光源のシェイカー、アルフレッド・エキセブ、並び立って僕の分身シークメイト、ブラスターブレードレイオン。待って、あなたたちの相手はイビクじゃない。本当の敵は、一度始まったファイトは誰も止めることができない、それがヴァンガードです。イゴールのブースト、オクシズでアルフレッドにアタック。現状、ブルーレイドラゴキッドガード、カイカン、クソ、時間がない。仲間同士の助け合い、それがお前らのヴァンガードか。貴様ら二人がつるんだところで俺一人に負け、ヴァンガードは消滅する。仲間など所詮崩壊する運命なのさ。それは違います、伊吹さん。何、そんなに簡単に壊れません、僕たちの絆は。愛知の言う通り、俺たちのヴァンガードの絆はそんなにやわじゃない。僕たちは守ってみせる、世界を、ヴァンガード。その目、その目が、この目があるから俺はヴァンガードを抹殺するのだ。孤独と絶望しか生まないヴァンガードを。アイチ、いいか、ヴァンガードは俺から幸福の日々を奪った、悪魔のゲームだ。違う、悪魔なんかじゃない、伊吹さんにだってあるはずだ、楽しい思い出が。そんなものはない。ライド・ザ・ヴァンガード、ドラゴニック・オーバーロード、ザ・グレート。シークザナイト、ドラゴニックネオフレイム、レギオン、急げ、ブラントが迫っている。これは天候、カイ君が事故で両親亡くして親戚ん家に引き取られたんだと。せっかく友達になれたのに。もう誰とでも友達になれるさ、お前にはヴァンガードがあるじゃねえか。ヴァンガード、みんなどこ行ったの、みんな。あ、待って待って、行かない。伊吹さん、蹴りをつける。待って、カイ君、あれを。なるほど、黒幕は貴様か。だが勝つのは俺たちだ。サーデグのブースト、レギオンアタック
のはお前だぞ、伊吹。僕、みんなが喜ぶと思って。手加減されて嬉しいわけないだろ。何様のつもりだ。伊吹、お前そんなだから友達できないんだぞ。僕は、ただ。お前そんなだから。全て消えてしまえ！デリートエンド！消えろ！消えてしまえ！惑星クレイモノとも、ヴァンガードなど消えてしまえ！そして作るのだ、ヴァンガードのない平和な世界を。そんなことしたらクレイどころか地球そのものが滅んでしまうんですよ。ヴァンガードなどがある地球なら滅びてしまった方がいい。嘘だ。ヴァンガードの楽しさを知ってる伊吹さんがそんなこと思うはずがない。楽しくなんかない。ヴァンガードは俺に不幸しかもたらさなかった。貴様にわかるはずがない。俺の孤独と絶望を。わかります。僕もそうだったから。伊吹さんと同じだったから。でも僕はヴァンガードのおかげでカイ君と再会してたくさんの友達ができた。ヴァンガードは人を不幸になんかしない。おざくな。ならばこの俺の苦しみは何だというのだ。それは伊吹さん自身が一番よくわかっているはずじゃないですか。俺らじゃ相手にならないんだしさ。行こうぜ。おめえなんか仲間に入れてやらねえよ。確かに伊吹さんはすごく強い。でもどんなに力の差があったとしても全力で戦う、そして本気を出し合って戦った瞬間誰とでも仲間になれる。それがヴァンガードなんだ。だって僕は今すごく楽しいですから。これで何もかも終わりだ。終わらせはしない。僕は守ってみせる。クレイを、地球を、みんなの未来を。今の貴様に何ができる。パワーゼロの貴様に。声を聞いた。メサイアの声を。何を笑っている。恐怖のあまり正気を失ったか。消えろ。なんだ。やっと私の声が届いたか、千堂愛知。それは混沌の闇を迷う青き魂に大いなる真理の光を、そして常しえの調和を。ハーモニクスメサイア。私はずっとお前たちに語りかけていた。だが怒りと憎しみに心を閉ざした者には私の声が届かなかった。何？覚醒させた愛知がメサイアを。行くぞデリータ。その目、その輝き、この世から消してやる。デリータ、消え去るのはお前の汚れた野望だ。
僕の負けだ。おっしゃー、やっと勝てたな。したんだよ、爆発したんだ。このカードに刺激されてどんどんイメージが湧き上がってきたのさ。美和くん、カイくん、ありがとう。ヴァンガードがこんなに楽しいなんて僕知らなかった。何言ってんだ、こんな楽しいもん独り占めしやがって。ありがとな、俺むちゃくちゃ燃えた。ヴァンガードは最高だぜ、ユキ。カイくん、自分の好きなものが誰かに伝わるっていいね。ああ、イメージが力になるこの感じ、俺も誰かに伝えてやろうかな。